みなさんこんにちは、ゆりこたいがです。どうも、今日はね、ちょっと真面目なの話したいと思います。そう、ちょっと珍しくて、ですね、多分ニュースで聞いてたと思うんですけど、最近イタリアはやばいです。すっごくやばいです。もう3日間でシチュエーションが変えて、今世界中にコロナウイルスでもう2番目に入ってきたんですよ。韓国、南韓国よりもコロナウイルスが持ってる方がもう増えて、今1万約49人ぐらいになってきたんですよ。ちょうど昨日はニュースを聞いて、で631のです、ちょっといなくなっちゃった方が、そう、それを読んで、マジかよって思って、自分もすごくびっくりしたんですよ。まあ、2週間前は、まあ、あんまりいい感じじゃなかったんですけど、ミラノの街だけは閉まるみたい。まあ、ロンバルディア、ロンバルディアだけは全部閉まるの可能性があっただけの話をしてしまうと、ニュースでそれ流れてしまって、おとといがみんなミラノの街から逃げたんですよ。最後の電車で、無理やりで入ってて逃げたらしいんですよ。車持ってる方は車で逃げたし、もう完全にミラノを閉める前、何時間の前はみんな、うわーって。いや、すっげえ、もう完全に大パニックになって、逃げてしまった。なぜというと、まだ南の方に、コロナウイルスの人数がすごく少なくて、まあ、まだまだ大丈夫だなってみんな思ってたなんですけど、今もう完全にミラノから、もうみんな下に行っちゃって、移ったんですよ。移っちゃったんですよね、みんなに。いやー、何してんだよ、マジで。家に行ってくださいの言葉わかりませんよね、みたいな。イタリア人が、さすがにちょっとルールが守りませんの方が、残念ですが、多いと思います。なんか日本人みたいの逆な感じなので、みんなイエーイみたい。まあちょっと私もちょっと舐めたと思う。一番最初よりはね。まあただ大きなインフルエンサーじゃないかなって思ってて、まあ確かにインフルエンサーはインフルエンサーなんですけど、ちょっと危ないところがある。特に、おじいちゃん、おばあちゃんとか、もともと病気を持ってる方はもう、結構死ぬ可能性が高いから、それで一番心配、私のおばあさんにもすっごく心配してる。やっぱり北の人から今、南とか私のリグリアとかね、めっちゃ来てるから、おーいって思って、で、いろんな方がね、真面目で考えなくて、例えば、あ、ミラノ今危ないの？じゃあ新しい旅行したらどう？みたいの CM も流れてたんですよ。アホじゃねえかよ！家に行ってくださいんじゃ、って思って。でも、なんで流行ったの？って質問じゃん。なんでって。まあ、いろんな技があるらしいんですけど、結構イタリアと中国、イタリアにある会社、特にミラノにある会社はね、結構たくさんがあってて、で、出張から帰ってるの中国人ワンから移ったたらしいんですよね。で、あとそれだけじゃなくて、まあ、いろんなね、ほんといろんな技があるから、ほんとどれが一番新しいのかわからない。多分、私たちが思ってるよりが結構昔、まあ昔っていうか結構前から流行ってたと思うんですね。でもね、プラス、このハッシュタグが流行ってたんですよ。ミラノが止まらない。どういうこと？そう。どういうことでみんなは完全に気にしなくて、普通の生活が続けたんですね。パーティーに行ったりとか、ダンスしに行ったりとか、アペリティーブ飲んだりとか、もう普通に何もないようにしてて、私の人生だから止まれないでしょ？なんで止まる必要なの？みたいの。ちょっと考えて。ちょっと考えてくださいよ。って思ってたんですね。まあ、確かに日本人よりは、ほんとイタリアの文化はね、多いと思う。キスとかハグはマジで多い。真面目で話するね。でも、あとはね、そのアルコールの文化がない。お店が出たら、ここにアルコールどこでもある。だけど、イタリアはないから、そもそもちょっと危険と思いますね。
そう、日本よりはね。だからそれも結構、流行ってたと思う。まあ、プラスはみんな、皆さんが家にいるのは嫌だらしいので、ポジティブすぎたね。ポジティブすぎたんですよね、今回は。大丈夫だよ、元気イエーイな感じ。いや、元気イエーイじゃねえじゃん。そうだね。イタリアの方はね、マスクとかも、普通に売らない。売らないっていうか、病院の人しか使わないだから、普通にマスクしたらさ、あれ？お前、もう病気なの？ちょ、怖がるから、自然じゃないから、今、ものすごく大変なことになってしまってる。私のお母さんも、お父さんも、なんかマスクが欲しいって急に言われて、いや、実は日本もないんですけど、お母さんももうどこでも見つからないって。でも、なんだろう、もしかしてね、この話が、まあ、これだけになるかもしれないけど、私の友達もなったと思うんですよ。多分、飛行機の中で、うつってたか、日本だったか、イタリアだったのか、ちょっとわからなくて、でも、パニックに入りせずに、病院に行って、チェックしてもらって、今結構待ち中なんですけど、あっても、まあ、家から出れなくて、治るまでに、頑張るしかないかな、それは多分正しい考え方だと思うね。あんまり、ああ、みんな、いや、大丈夫、とかじゃなくて、で、私もう死んじゃうわ、まあ、いや、元気の方なんですけど、いや、もう死んじゃうわって、思っても、この、うわって、エモティブすぎるになっちゃうと、やっぱり、ちゃんと考えないから、皆さんがまず落ち着いてほしいんですね。トイレットペーパーの、もう、ちょっとね、みんな少しずつを買ったらってさ、今問題ならないでしょみたいフェイクニュースだったなのに、結構そういう流行りがまだもう問題になってるから、それはね、ちょっとやめてほしいと思います。で、今、今日はちょっと待って、今日は何日、今日は3月の11日。この前の3日間からルールがすっごく変えたんですよ、何回も。だから、毎日がルール変えてしまってるから、毎日を情報を読まないと、私もわからなくなっちゃってるんですけど、今、イタリアに全国に入れないと出れない情報になってるんですよ。で、プラスも、家にも出れない。何のために出てるんですかって、警察から問われるんですよね。で、例えば、普通に遊びに行くだったら、これ、捕まってしまうか、もう罰金で3万円を払わなくちゃいけないらしい。それはもう完全に昨日から2週間ぐらい家に行ってください。で、例えば、スーパー、まあ、買い物、そういう大事な買い物とか、健康のためとか、ほんと大大きな仕事のためじゃないと、今、出れない状態なので、日本人の方がイタリアに行きたいだったら、今無理です。完全に4月の3日までは無理なんですけど、その後ももしかしてやめた方がいいと思います。もうちょっと情報見て、もっと先にした方がいいと思ってます。あと、何ができるとできないのものは、やっぱりそれも結構変えてしまってるなんですけど、そうですね。普通に遊びに行くって、で、バレたら結構怒られるから、それもやめた方がいいんですね。で、今は、例えば私の彼女は遠距離だから、彼女はローマに住んでて、僕はミラノに住んでも、どこ辛くても、離れた方がいいし、自分の家族に関して、私も家族に関してはすっごく心配だし、今仕事もないし、お母さんとお父さんも今パン屋をやってるんですけど、今パン屋が、閉まってるか閉まってないの、中途半端な感じで、今自分の両親が無料で、もう家に行ったりパンあげるらしいんですよ、今は。本当、おばあちゃんとおじいちゃんの普段のお客さんの方は、もう電話してくれたら、みんな助けに行ってるから、まあビジネスとかに考える場合じゃないんですね。みんな大変だと思うなんですけど、それ、次の方のために何すればいいんですかって、で、正しい答えした方がいいと思います。私は会いたくても、今、会わない方がいい。会えない、ほんまあ、本当に会えないけど、会わない方がいいって思ってるから、
もう、残念ですけど、私、個人的には全部、ヨーロッパのツアー、今年はね、決めたんですけど、コスプレイベントで。5つぐらいの、3つがイタリアのイベントで、もう2つはロンドンとパリのイベントで決めたんですけど、もうそれが今、キャンセル、こっちからキャンセルしてきました。で、日本の、まあ、イベントも、まあ、多分、夏からになると思います、なんですけど、皆さんぜひ、まあ、ちゃんとね、大事にしてください。ちょっと面白いのが、流行るの前に、日本人、なんか、イタリア人は、日本大丈夫なの？今日本危なくないの？ってよく聞かれたんですけど、今反対になってる。日本人はイタリアは大丈夫？危なくないの？って、反対になってるじゃん。はい。ということでした。もっと情報を持ってる方がいらっしゃれば、ぜひ、コメントしてください。待ってます。お疲れ様です。チャオ。バタテンツよね。